こんにちは、タイトやです。前回の浸水発芽実験動画の続きになりますので、もしご覧いただいていない方は、先にそちらをご覧ください、えー。今回は前回途中で土に撒いた方の種のその後をまず紹介して、その後2020年産の発芽率の良かった、あのー、 えー、とても3年前のの種種とは思えないいほど勢いのあった種ですねもうないのようになってましたけどもそれを畑に植えつける様子とその畑の様子の、えー、その後と、えー、最後に畑の他の植物の様子などを少しだけお届けします。 はい。4月6日に土に巻いた種ですが、発芽確認まで10日かかってしまいました。多分、巻いた後にベランダに出してしまったせいかと思います。浸水発芽実験の際の室温が20度前後だったんですけど、ベランダはあの夜は、まあ、ビニールをかけていたけど、やっぱり10度以下になる日もあったのではないかと思います。今回の実験では、あの浸水種と無浸水種で、えー、発芽日数に大差はなかったんですが、気温管理をちゃんとやってたらもっと結果は違ったかもしれません。あるいは、 本当に浸水は単なる気休めなのかもしれませんし、まあもちろんあの環境とか個体にもよるかなと思います。ちなみにこの実験ではかなり小さめの紙ポットに5つも入れてますけど、これはこの実験のためであって、もし本当に苗作りをするのであればもう少し大きめの深めのポットをお勧めします。前回の実験で伸びた根っこの状態から言っても深さ10センチ弱はあった方が 良いかなぁとまあ、このくらいのポットだとまあ小さすぎて芽が出てくるに従って土がこう盛り上がってポロポロこぼれたりもしてましたもし苗作る少量の苗を作るだけならわざわざ買わずに自宅にあるものトイレットペーパーの芯とか牛乳パックとかですねそういうものを使っても良いかと思いますご自宅の庭とかベランダなら運搬の手はまもさほどではないかと思いますので え、はい。てこれが4月20日、この4月21日、4月6日に土で巻いた日から数えて約2週間の結果をしてます。もうできた感じなので、そろそろ一旦締め切って数えることにしてます。しました。え、まあね、もうちょっと育ちすぎて移植が難しそうな感じになってきました。え、で、一覧にするとこんな感じです。無神水、神水種で発芽率については、 大差ないい結果かと思いますあと発芽日数についても先ほども言ったように今回はまあ大差なかったですね。えー、やっぱりサンプル数が少なめなので今回はこうだったとしか言えませんがあとちょっと気になったのは浸水種の和面の茶の発芽率が良くないかなもしかするとポットの真ん中で湿りすぎだったか、うん うん、室温とあのあのの気温差がありすぎたかまあ、まあ環境の変化が大きすぎたかその影響かわかりませんあともう一つ気づいたことが浸水した種があの種の殻がついたまま地上へ顔出すあの芽が多かったです。種をあの土のの土中で外せないのかないか以前もあのこれ気づいたことなんですけど今回まあ明らかに差があってやっぱりそういう傾向があるのかなと思いました。浸水発芽させていいる方方に以前聞いた話ではその方のとこ とこですねであの種殻付きで地上に出てくると結局双葉が開ききれずに枯れてしまったりあの開く時に双葉に傷がつきやすかったりもするのであんまり殻はかぶってない方があの土の中で脱ぎきって出てくる方が良いかなぁと私は思ってたんですけど、えー、まあ他の方のご意見もお聞きしたいところです。なんか ね、発芽の様子を見返すとこの殻を脱ぐのにも結構日数がかかっているようなのでどうなんでしょう。 あと根も出てきちゃってました。2週間経たないうちに、まあそこから、えー、これを見ても先ほどお話しした通り実際の苗作りにはもう少し深いポットが、あのー、容器がおすすめです。浸水発芽実験の画像では、あの、種から太い根が一本伸びてましたよね。あの、綿の根はこの一本のメインの根が重要らしいので、できればこの根が育ちたいように、まあ低いポットではなく、早めに深さのある土に移植するとか、まあ、 そこの辺はあの調整した方が良いかもしれませんはいさて次は前回の動画で予想外に一番発芽率の良かった2年前2020年産の種です、えー、これが4月13日朝植え付け直前の画像ですもやしでした匂いももやしでした種の殻から双葉はもう完全に出てきていて種殻がそこに溜まっている状態で あの、先ほども話した通り、種の殻からなかなか双葉が広がらずに枯れてしまうことがあるので、ことも、あの、ここまで待って植え付けてもいいかなとも思いましたね。ただ、その分葉を破ってしまうとか、傷んじゃうとか、根を折ってしまう可能性も増すので、手間もかかるし、まあ自分と種と栽培地の気候に合ったタイミングをいろいろ比較して選んでみるといいかなと思います。はい、すいません。三脚の足が入ってしまってますが、苗の方にご注目。 えー、根のちょっと角度がついてるあたりですね。これは緑綿なので赤みがあってわかりやすいんですけど、この赤みがあるあたりからは、上は地上に出るように、それより下は土にっていう感じで植え付けていきました。できるだけこの根と茎の角度などを、まあ、あの、無理やり枯れないように、まずあの掘った穴に沿わせて、 周囲から、四方から土を寄せていって立てるっていう感じで、最後にぐっと根と密着するように、根と土が密着するようにですね、土を抑えて水をやりました。あの、本当は土の湿り気が足りないときは、 先に上穴に水を少し入れたりして、えー、周りの土と水分をなじませてからやるといいのでしょうけどあのあ植え付けた後から水やりをする場合は土とか苗が動かないように抑えながらそっとやることになるかなと思いますでも,も本当この方法は手間がかかると感じてしまう私はあまり好きでは <laughs> ありませんがただただあの寒い地域とかですねあの屋外が暖かくなってくるのに合わせて室内で、えー、ある程度準備ができる というのは良いかもしれません天気予報をチェックしてですねハッシュの予定日をこの日と決めたらハッシュというかまあ植え付け予定日ですねそこからまあ逆算して種を浸水させて暖かくなったらすぐ植え付けられるようにっていう感じでスケジュールを立てるんですねただ一つの方法で全て巻いてしまわずに少しずつ時期を変えるとか巻く時の種の状態を変えるとかすると。 え、リスク分散になって全滅を回避できるかなと思います。まあ、どの方法が自分にその土地に合っているかっていうのは自分でやりやすい方法を模索してみると良いかと思います。で、こちらが、えー、日の出の時の気温が10度、地中温度も10度っていう微妙に寒いような、そんな4月19日なんですけど、4月13日の植え付けから1週間経過した頃です。 えー、2022産の緑なんですけど、あの、もやしのような薄い黄緑色だった双葉は、まあ緑が濃くなってしっかり開いてます。まあ、ところどころ虫に食われていたりもするんですけど、それでもまあ完全に枯れてしまったのは、えー、数えるほどほとんど見当たらず、大体、えっと、9割、8割ぐらいは以上は残ってたかなと思います。あの、 ここのうね以外にも、えー、移植したところもあるんですけど、あと同じ2020年産のあの、茶面ですね。茶色い方も。だいたい7、8割以上は、あまあ、ほぼほぼ残ってました。あの、これはちょっと枯れてますね。こういう感じで、 立ち枯れみたいな感じで枯れちゃうこともあって、なんでしょうね。寒さなのか、根っこがやられてるのかわかんないです。これなんかもう、葉っぱが、双葉が1割ぐらいしか残ってないくらいえ、食われちゃってますけど、まあどうでしょう。この後復活するかどうか。復活しなかったら、お湯巻きをします。はい。で、次は、浸水発根事件。あの、2022年の和面と2021年の緑の種ですね。えーと、 さっきの画像が植え付け前の状態ですが双葉が開く前根が出てるけど双葉はまだカラカラ出ていないあのちょっと危険かなと思われる状態で植え付けましたで植え付けから約1週間で、えー、まあ、枯れているのは少ないけどどれもまだ双葉がこうしっかり開いている感じではない種の殻をつけたままっていう芽も あの多かったですね。特に場、まあ、面にそういう芽が多かったんですよね。芽は出たけど、やっぱり双葉が開ききらない。またはあの枯れてしまってたりっていうのがあってうん。結局この実験に使ってここに植え付けた分で残って畑で残っていたのが、ああ、大体5割半分ぐらいでしょうか。しかもまだ。 双葉が元気に開いてきていないという感じで。まあやっぱり気温はじめ環境が発根した時の環境と違いすぎたのかな。まあ全部、それはまあ2020年の方もそんなに、うん、同じ条件だと思うんですけど。まああとは種の殻が外れにくかったのか、あるいは植え付ける時に私がだんだん疲れてきて根を折ってしまっていたのかもしれません。 あの、ちなみに、こう、直根、綿の根は直根ってよく言われるんですけど、必ずしもこう、まっすぐ下に一本伸びるっていうんではなくて、あの、根として主な根ですね。メインの根として重要ではある感じなんですけど、他に数本の太めの,あの根も出てきています。えっ、ー、と、掘った感じではね、さらにあの、細かい根もまあまあ、周方に伸びてはいるので、まあ、 でもやっぱり初期生育に一番重要なのは、あの、種から一本練る、あ、出ているあの主根ですよね。あれを折らないように気をつけた方が良さそうです。はい。そしてこちらは直販、直巻きです。いつもの私の浸水しない巻き方です。いわゆる自然の畑で、えー、と、周りの雑草は軽く避けています。邪魔にならないものは無理に取り除きません。そこに生きる生き物もいますので、しなくていいことはできるだけしないようにしてます。 えー、前日が雨だったり、翌日雨予報がある時などを選んではいるんですけど、この日のうちは少し乾き気味で、硬さはギュッと握ると固まるけど、まあ、でもすぐほぐれるくらいの状態でした。 土とと種はししっかりり密着すすするるよよよううにグッと押し付けけておけばいいほどあの保水水性の良くななでで限ちなみに、あの、浸水するときに灰とか木培をまぶすっていう方法もありまして、またはこの種の周りの繊維が水を吸いにくくしてるわけですけど、アルカリ性の灰が吸水をこうしやすくするわけですね。もしかしたら、種柄も外れやすくする効果があるのかもしれません。あと、アルカリに入れる抗菌効果とか、濡らすとあの、種同士がくっついて巻きにくいの あの,肺の粉が余計な水分を吸ってバラバラにする効果とかもあって、えー、肺をまぶすすとと良いい昔から言われているようです土の状態によっては、まあ、やってもいいかもしれないんですけどなくても特に問題なく私もあの綿の栽培を始めて23年は昔からのこういう方法を何も考えずに意味も知らずにやっていたこともありましたけど浸水と同じであのやらなくていいなと思ってやめました。種の大きさ あの種は種の大きさの23倍の深さに埋めますで少し水に穴の底になってるくらいの方がそこに水分が溜まりやすいかなと思いますで枯れ草などがあればこれをかけて土の表面を保護ですねまあビキもしたくないので1粒ずつ離して植えまいて ね、必要なら追い巻き用していってます。これが私の直販の方法です。楽ですし、あの、人が手をかけることが少ない分なんとなく、種の力で発芽してるっていう感じがするかなと思います。3月24日に畑に巻いた緑ワーターの種が4月13日、双葉を確認できました。この芽はとても理想的な美しい姿だったんですけど、 こんな感じで枯れそうになってるものとか、あの、虫食いのものもありました。いつものことです。で、まあ、復活しそうにないくらいやられてたら追い巻きしていきます。はい。ここからは畑の他の植物の様子です。朝日を浴びてやグルマそうは毎年勝手に生えてきます。えっ、ー、と、これもこぼれ種で種から発芽して育ったエンドウで、ブロッコリーとライムギに絡みながら目をつけました。こちらは、えー、赤茶の綿の目ですね。 えっと、箸は3月31日で、この撮影が4月19日です。さやエンドウって言っても、あの、やは筋取りがめんどくさくて、あの、最近は豆苗のように、えー、新芽を食べて、えー、しまう方が多いです。このまま軽く焼いて香ばしくておすすめです。 ロッコリーの花です。あの食べている部分がつぼみなのであれを放置するとこんな花が咲くんですね。菜の花の色は少し薄い黄色でこれがタカナ。えーと赤紫の葉っぱがあのわかるでしょうか。菜の花は普通のいわゆる菜の花でした。こっちはザーサイで中華野菜の漬物のザーサイ。あのタカナと同じくカラシナ系なのでこれは口座してしまうかもしれません。 種取りの方によるといわゆる菜の花、油中の花でも交雑しやすいものしないものがあるらしくて今7種類ぐらい菜の花が咲いてるんですけどどうなるかなあと少し離して配置はしてみたけど、まあ、菜の花、菜花の場合あんまり意味がなさそうですね虫が来ているので、えー、とキャベツとか大根とか総合,交雑総合交雑はしないらしいんですけど大根はやっぱりうちも自家採取で赤い大根が所々できてしまったりしてます。まあ、それでも残したい形のもの ができたらそこから種取りしていくしかないなと思ってるんですけど、えー、これはアスパラですねアスパラの新芽の邪魔になるかと思って古い根をこう引っ張ったらこんな土の中で朽ちた姿がとても美しくて馬の尻尾のように黒い艶があって、えー、画像だといまいち分かりにくいんですけど これは伸びるがあったそばに、えー、と昨年のひょうたんの種がなぜかこんなところに落ちていたようでもう発がしてましたこれ4月5日なんですけどまあ皆さんも感じられていると思いますけど今年に2023年の春は暖かいというか暑くなるのも早くて、えー、早々に綿の栽培も始まりました。 またはだいたい5月中の種まきを推奨されていますけど今年は明らかに2週間くらいはもう季節が早まっているかなと思います。ね、これから栽培される方も天気予報の気温をチェックしつつ、まあ、でも予報は外れることもありますからそんな時でも全滅はしないように工夫して少しずつ種まきを始めてみると良いかと思います。 今年はどんな栽培になるでしょうね。こまあ、今回の動画が皆さんの栽培の参考になれば幸いです。では、ご視聴ありがとうございました。